様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、東南アジアにおける K国の影響力は 1% 未満について取り上げていきます。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。K国メディア、韓国日報は、ASEAN 東南アジア諸国連合10カ国における K国の影響力は 1% にも満たないと題した記事を掲載していました。記事によると、シンガポールの研究所が ASEAN 加盟国を対象とした調査結果をまとめた報告書を発表しており、K国の経済的、政治的影響力を調査すると、どちらも 1% 未満、経済力 0.6%、政治的影響力 0.3% といった結果が出たといいます。また、新型コロナウイルス感染症問題を支援する対話パートナーを尋ねる質問では 5.4%、米中対立の中における ASEAN のパートナーでは 3.2%、最も好きな旅行先を K国と答えた割合は 4.7% だったそうです。記事は、ASEAN における K国の地位は、微々として振るわないと評していました。この報告書は、日本についても発表されています。最も信頼できる兄弟国においては 67.1%、最も好きな旅行先 30.2% となっており、1位に選ばれていました。また、米中の対立により、ASEAN が直面している潜在的リーダーシップの空白をソフトパワーの強い日本は埋めることができるとも評しています。この記事に対して K国のネットユーザーからは、日本が潜在的リーダーシップの空白を埋めるだと、一体その根拠は何だ？親日国であるシンガポールのシンクタンクの言うことなど全く当てにならない。日本は、かつて米国をも脅かした経済大国であるが、K国は韓流と経済成長で、近年、ようやく、東南アジアに名刺を配っているようなものである。日本より、信頼度や影響力が劣るのは当然の結果だよ。東南アジアで、日本が高く評価されているのは事実である。K国は、少し彼らを低く見ているところがあって、イメージが悪いのも事実。しかし、日本の影響力はだんだん弱まっていて、韓流に乗って、K国のイメージは良くなっている。これからが勝負だよ。などの声が寄せられていました。また、日本のネットユーザーからは、もう何年も前からずっと、韓流はアジアで大人気、日本文化は滅んで、K国文化が制圧してるって言ってたよね。その日がいつ来るかと待っているんだが、南シナ海や香港の問題で中国に意見できない国が ASEAN からリーダーシップを期待されるわけないだろ。 K 国は実力不足で自慢過剰、日本は実力十分で謙遜過剰、相変わらず自己評価の高い K 国、願望と妄想の中にいるから自己評価が高いんだろうな。ちなみに、韓流は、数年前に、アジア全域で人気があったみたいだけど、もう過去のコンテンツでしょ。日本では、マスコミが無理やり作り上げた、偽のブームだったってことがバレちゃってる。劣等感の塊だから、自分たちをアピールする、自慢話をし、他の国のことを下に見てしまう。そんなことばかりしているから嫌われるのだ。などの声が上がっていました。ムンジェイン政権は2017年 ASEAN 加盟国とインドを対象としてより戦略的かつ包括的な関係を構築していくために新南方政策を打ち出しました。この政策は新南方政策大統領委員会の説明によると、人々の共同体、繁栄の共同体、平和の共同体という3つの共同体を土台として、それぞれ、人々の往来と交流の促進、貿易、投資、インフラ開発の促進、そして、
朝鮮半島政策や防衛分野での協力の促進からなるものであります。経国は、ASEAN 加盟国に対して協力を促進する姿勢を明確に示してはいます。政策を打ち出しているのに、思うように結果が出ていないと感じているのですかね。自己評価が本当に高すぎですね。確かに、東南アジア地域において、経国は、サムスン、LG などの携帯電話、テレビなどの電化製品の普及、韓流によるドラマや歌手の人気などにより、これでも多少の影響力は高まったと思います。しかし、今の K国の存在感の示し方は、世界的に見ても悪いイメージしかないので、これから影響力が上がっていくとは考えづらいです。ランキング好きのお隣では、オーストラリアのシンクタンクローウィー研究所が発表した2020年アジアパワー指数の結果に対しても不満の声が多数上がりました。この調査では1から6位は米国、中国、日本、インド、ロシア、欧州となっていました。そして米国が7位となっています。このランキングは26カ国を対象に経済支援と関係、軍事能力と国防ネットワーク、外交・文化的影響力、復元力と未来支援など8つのカテゴリーの128の指標をもとに指数を算出し、アジアに影響を与える国の順位を決定しているそうです。K国は2019年 32.7 点でしたが、2020年は 1.1 点下がっており、自慢の文化的影響力は 4.5 点下がったという結果となっています。この結果に対して、K国のネットユーザーからは、これが現実である。アジアに認められるリーダーとしての姿を、もっと見せなければならない。胃の中の蛙になってはダメだ。K国より順位が上の国は、人口が多かったり、お金持ちだったり、兵器の量が多かったり、今後も、この順位は変動しないだろうな。と、現実的な声も見られましたが、米国の順位が低すぎる。文化部門で点数が下がったというところで、このランキングは信憑性に欠ける。米国は、コロナ対応もうまくやっているし、ポンジュの監督や BTS が、世界の文化コンテンツ市場を掌握しているのに、なぜ、文化部門で 4.5 点も下がるのか？今の状況を見て、K国が豪州に負けて7位なんておかしい。影響力には、被害を与えることも含まれているのか？ BTS のおかげで、K国の文化力は今、世界一位だ。こんな調査、デタラメに決まっている。文化に関して言えば、日本など余裕で超えているのに。など、順位に不満を示す声が続出していました。ランキングを見て、それに不満を持って発狂することがお決まりみたいになっていますね。ほんの少しでも注目されたら一番になっちゃいますから驚きです。特に、自国の文化に対して自信を持っている人が多いようですが、世界中の博物館や美術館の展示品を見れば、自分たちの文化がどう評価されているかはわかると思いますけどね。当チャンネルでも過去に取り上げましたが、ドイツの博物館に K国の展示空間が中国室、日本室の10分の1しかないこと、しかも中国室の末席に添え物のようにして作られていたことなどに対して怒っていました。国の品格を落とさないようにお金でスペースを買って自国の展示物を置いてもらうようにお願いしたなどとも報じられていました。K国は押し売りやロビーに力を入れるのもいいですが、本当に価値のある文化は自然に評価されるものだと思います。それに他国の文化を自分たちのものにするようなことをしていては、世界から自国の文化を評価されることは難しいでしょうね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また
次回の動画でお会いしましょう。